故に巻き込まれた事件により半人半病となってしまった李平は、信徒に兄を探しにやってきた陳州と、とある事件を解決したことから代理寺の少卿に任命される。朕且封你为大理寺少卿。臣明白。そしてかつての精鋭組織明鏡堂を率いることとなった李平は、仲間たちと数々の事件捜査に乗り出していく。明夜安谢你。如今仅有的线索便是我可以变成一只猫了。中国の人気漫画をドラマ化、林有詩ほか今注目のスター俳優が共演。白猫の名探偵と仲間たちが活躍する謎解きミステリー。代理寺日誌謎解く少卿には秘密がある。9月日本初放送スタート。